レーシステンシアクリストフ・ルメール・ジョッキーです最後粘り切りましたねはいギリギリセーフでした <laughs> レース振り返っていただきたいんですがスタートいいスタートでしたねそうですねすごく早いスタートしましたし、えー、もうすぐ、えー、前のポジションを取ることができた良、えー、かったです道中は2番手でしたがどんなことを考えながら乗っていたんですか いいポジションでした、あの3、4コーナーで、えー、逃げた馬の後ろでちょっと呼吸,が曲呼吸することができた、えー、そして、まあ、直線の相手ではもう一度、外に出してでこれからすごく野手を使ってくれました。 その最後の直線ですがピクシーナイトが来ていたことはどううででししょう分かってましたそうですね、あのーまあ、決勝戦のちょっと前、あのー、彼を見ましたねでも、まあ、左手でムチを使って、えー、レジステンシアはもう一度伸びてくれたので、えー、ゴールで穴さ、あのー、か頭さを、えー、取ることができた。 直線抜け出したからの反応というのも良かったですか。そうですね、えー。まあだんだん加速しました、えー。ずっと反応してくれましたし、えっ、ー、とまあ最後能力で勝つことができた。さあ、そしてルメールジョッキー自身も2週連続での重賞取りとなりました。最後にファンの皆さんへメッセージお願いします。はい、えー。まあファンの皆さんがこんにちは。えー 今日も応援してくれた本当にありがとうございますあのレジステンシアが、えーがすごくいい馬ですから、えー、今日休み明けでしたけど、えー、次、えー、G1 レベルで、えー、改めていい結果を出すことができると思いますまた彼女を応援してくださいありがとうございましたルメールジョッキーでしたお気に